ビタミン、ミネラル、マッチョ足りてますか？ビーレジェンド、染田です。本日はね、こちらですね、人気 YouTuber、コアラコアラシさんと共同でね、開発させていただいた大阪の喫茶店のミックスジュース風味ですね。こちらのね、レビューをやっていきたいと思います。パッケージがね、超イケメン、コアラコアラシさんになっております。これがね、もう皆さんご存知、通常のパッケージで、こっちがね、今回のね、コアラさんパッケージとなります。皆さんはね、どちらが好みでしょうか？僕はコアラシさんです。こちらのね、Bレジェンドチャンネルの方で、もう過去2回ぐらいね、コアラさんとね、共同してね、開発する過程っていうのをね、上げてますんで、開発風景気になるっていう方はね、概要欄の方にね、貼っておきますんで、そちらからね、飛んでちょっと一回見てみてください。本日はね、こちらのね、レビューをやっていきたいと思います。こちらのね、プロテインをご購入いただくとね、Bレジェンドではこちらの赤い袋に入ったね、大きなスプーンがついてまいります。こちらのね、スプーンにパウダーをすり切って入れていただくとね、約 30g 計量できて、タンパク質がね 20g 取れる計算になっております。こちらぜひご利用ください。でシェーカーの方にね、今日はねお水 200ml 入れてきました。だいたいね 150ml からね 300ml の間でね調整して飲んでもらえばいいと思います。味が濃いのがお好みの方は水を少なく、薄いのが飲みたいっていう方は水の量を増やしてあげるといいと思います。僕のおすすめは 200ml です。パウダーはこんな感じですね。通常のねパウダーと色の感じは変わらないんじゃないかと思います。フルーティーな、もう本当にいい香りですね。もうパウダーの時点でミックスジュースの感じを感じることができます。むちゃくちゃ美味しそうな匂いがしております。ですり切って一杯入れていきます。で逆に回してカチッと言ってからしっかり締めます。泡立ちもね、ダマももうほとんどないですね。綺麗に溶けてます、パウダーの時でもね、十分にフルーツミックスの香りがね、してたんですけど、水に溶かすとより際立ってますね。非常にフルーティーのいい香りがしてます。いただきます。うまいビビ過去一うまい。うまいな、これはうまいっすね。本当に小原さん天才っすね。フレーバーのね名前にもなってるんですけど、大阪でね喫茶店で出てくるミックスジュースって結構あのバナナ感がね強い印象があるんですよね。こちらのねミックスジュース風味は少しねバナナ感が強いめのねミックスジュース風味になっております。バナナ感が強いからってことで、そんなバナナフレーバーをイメージされた方がおられるかもしれないんですけど、その後にね他の様々な、ね、フルーツたちのフレーバーを感じることができるんですよね。結構子供の頃にね、僕紙パックのね、フルーツオレとかね、飲んでたんですけど、あの感じで、ちょっとバナナがね、強い感じをイメージしてもらったらね、イメージしやすいんじゃないかなと思います。だから正直、これね、喫茶店とかに行って、出てきたら、プロテインだとわからないぐらい、本当にフルーツジュースしてるんですよね。コアラスさんも本当に飲んで大絶賛してくださいました。そのね、動画がこちらです。入れまして、シェイクですな。これちなみにガシャガシャガシャってやるとまあよく溶けんねんけど、こう回すようにシェイクすると余計な泡が立たなくていいです。はい。ですぐ溶けるんよこれ。いやこれもねやっぱいいとこなんですよね。これもこだわりポイントですよ。この溶けがよろしい。すぐ溶けるタイプのプロテインだからね、このガシャガシャしなくていいの。シャカシャカって 2,3 回やって、あとくる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 って回したらもうすごく溶けるから、見る見る見る、ほら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 見える、ほら、もう全然、泡とか、余計な泡とか立ってない。じゃあ、早速いただきたいと思います。大阪の喫茶店のミックスジュース風味です。あ、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいんよ。開発段階で何回か飲んでるから、もうこんなうまいんかっていうリアクションではないのよ。もう何回か飲んでるのよ。めちゃくちゃうまいんよ、これマジで。過度に甘くない。で、爽やかなフルーツフレーバー。で、これ牛乳で割っても絶対うまいと思う。あ、牛乳で割ってみようか。ちょっと後で牛乳で割ってみよう。飽きのこない飲みやすさっていうの。ね、これ俺のプロテインやから勧めるとかじゃなくて、ガチうまです。ガチうまのやつなんです、これ。牛乳割りもいただきます。はい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 。わかりました。
ミックスジュースオレです。ミックスジュースオレになるんですね。牛乳で割るとね、うまいですね。普通にグラスに入れて氷いっぱい入れてストローさして飲みながら 3,40 分ちょっと食べてたいぐらい。ほんまにうまいのよ。ちゃんと喫茶店感出てますから。はい、小原さんもね、こう絶賛していただいたぐらい本当にね、よくできたフレーバーになっていると思います。気になる方ね、ぜひ一度ねお試しいただければと思います。こちらの大阪の喫茶店のミックスジュース風味の味のね、コシをねつけていきたいと思います。甘みに関しては3とさせていただきます。本当にね、ミックスジュースのようなね、バランスのいい甘みとなっておりました。甘みは星3となります。酸味に関してはね、星3となります。もうミックスジュースにね入っているみかんであったりリンゴのねさっぱりとしたね感じがねバランスよく再現されていると思います。酸味に関しまして星3となります。スッキリに関しまして星2つとなります。こう飲んだ後にね、ミックスジュース風味のねバナナであったりみかんリンゴのね爽やかな後味がねしっかり感じることができましたんで、スッキリに関しましては星2つとなります。クリーミーに関しましても星2つとなります。ホエープロテインが持つねミルク感とミックスジュース風味がねうまく合わさってね、本当にフルーツオレのようなね味をねうまく再現できていると思います。クリーミーに関しましては星2つとなります。甘みが3、酸味が3、スッキリが2、クリーミーが2、ぜひね購入の際のね参考にしていただければと思います。大阪の喫茶店のミックスジュース風味の栄養成分表示ですね、1食 29g あたりエネルギーが 115.4kcal、 タンパク質が 21g、 脂質が 1.8g、 炭水化物 3.9g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 39.7mg、 ビタミン B6 が 1.3mg となります。今回ね、表面のね、パッケージもね、小原さん仕様になってるんですけど、裏側にもね、非常にね、面白い遊び心入っておりますんでね、そちらの方はぜひね、商品を手に取っていただいて、ご確認いただければと思います。今回のね、フレーバーは、大阪の喫茶店のミックスジュース風味っていうことなんですけど、もちろんね、大阪のね、喫茶店のミックスジュース風味をね、飲んだことがある人にもね、気に入っていただける商品になると思いますし、大阪の喫茶店のね、ミックスジュースどんな味なんだろうって思ってる方にも、間違いなくね気に入っていただけるフレーバーに仕上がっていると思います。こちらのね動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきますんで、ぜひね今すぐご購入ください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。うまウェイウェイ。